とみ、行きます。バカってきた、行きます。はいはい、私の拳は炎の拳、うかつに触るとやけどするわよ。さとみ、壊してやる。行きます。ファイファイファイ。どれか一つでも欠けたら格闘家とは呼べないわ。お願いします。行きます。ファイファイファイ。連携風、連携中、ああ
トミウォン。ラウンド2ファイト。惜しかったわね。どうやら天は私に味方をしているみたい。マイルに行きます。ファイファイファイ。自然剣極炎章。フン何度やっても結果は同じ。消し済みにならないうちに帰れば？里見一度やろうか。はいはい。極炎章Help me, Wolf.
しかったわね。どうやら天は私に味方をしているみたい。さとみ、行きます。はいはい。迷いを捨てない限り、あなたは勝てない。あなた、ユカに会いたいんだって？はい、そうです。ユカ先輩みたいになりたくて、特訓してきました。そう。じゃあ、私が確かめてあげる。あなたの力を。あなたは…矢島さとみ。ユカとは同じ道場で修行した仲よ。あ、そうだったんですか。では、行きます。さとみ、行きます。はいはい、極炎章。あなたの技、本当にユカにそっくり。だけど、足りないものが一つだけあるわ。何がですか？それは、心よ。心？そう。心なき力は強さではない。よく覚えておきなさい。久しぶりだね、ユカ。うん。あなたが道場を辞めてから、私はこの日が待ち遠しかったわ。さとみ、
今僕は君と戦いたくない。どうしたの？僕の拳は無力だ。何言ってんの？ちょっと見ない間にうじうじしちゃってさ。いいわ、とにかく勝負しなさい。私が目を覚まさせてあげる。さとみ、ラウンド行きます。はいはい、極炎杖火炎杖ゴーラン、ゴーラン火炎杖、火炎杖、火炎杖ゴーラン、極炎杖火炎杖ラクダ、何があったのか知らないけどさ、私の知ってるユカはそんな後ろ向きじゃないわ。お姉ちゃん、大輔くん、ユカ姉ちゃん、お姉ちゃんずっと今日の試合楽しみにしてたんだよ。こら大輔、勝ち負けなんかどうでもいい、またユカ姉ちゃんと会えるってお姉ちゃん頑張ってたんだ。ごめんさとみ、そうだね、僕は一人で考えてただけで拳を動かしてなかったよ。大輔くんに説教されちゃったね。いつもの床に戻ったわね。そうでなくっちゃ。少し吹っ切れたよ。ありがとうさとみ。それに大輔くん。うん、一人で悩むなんてバカらしいぞ。床、またさらなる高みを目指してるのね。教えられたのは私の方かもしれない。お姉ちゃん、私には大輔がいる、だから頑張れる。どうしたの？あ、いや、なんでもないわよ。変なの、お姉ちゃん。何？僕も強くなりたい、空手教えてよ。そうね、大輔、元気になったことだし、男の子は好きな女の子ぐらいしっかり守らないといけないんだぞ。うん。